おはよう。おーす、真鍋。おう、おはよう。チーッス。でさ、駅前にできた新しいラーメン屋なんだけどな、行ってみたいんだが。おい、あ、いや、味噌バターラーメンとか言ってマーガリン入れる店って許せないよな。なんだよそれ。それはないよな。真鍋もすっかりいつも通りじゃん。よかったね森谷。そうね。ねえ、これってチャンスじゃない？そうそう、邪魔なのもういないし。琴浦が俺の前から消えてもう1週間、俺も周りも何一つ変わらない。まるで最初から琴浦遥なんていう女の子はいなかったかのように。おかけになった電話番号は現在使われておりません。いいご身分ね、真鍋くん。あー、惜しい。部長、どうせならもう少し近くに。すっかりふぬけちゃって。まあ、とにかく部室に顔を出しなさい。もう部活なんていいじゃないですか。もともとは俺は琴浦のおまけなんですし。いいから行かない。いいです。この先階段ですよ。知るかボケ。退院したんじゃなかったっけ。いや、これは部長のせいで。シャキッとしなさい。まったく見損なったわ。この程度のことで琴浦ちゃんを諦めるなんて。仕方ないじゃないですか。マンションはもぬけの殻だし、携帯は通じないし、先生もなぜか転校先や引っ越し先を知らないし。はあ、そしたらもう何もやる気なくなっちゃって。ほんとマジで何にもないんですよ俺。笑っちゃいますよね。あいつとの写真一枚すらないんですから。本当に何も残ってないのかい。え、別に目に見えるものばかりが残るわけじゃないと思うけどね。どういう意味ですか。ああ、もうそんなの自分の胸に聞いてみろってことよ。真鍋くん、どうかしら。驚いたな。先輩たちの言う通りですよ。突然現れたかと思ったら散々俺のことを振り回してくれちゃって、その挙句全くとんでもないものを残していってくれましたよ。それは何。それはこの俺の怒りだ。え、勝手にいなくなりやがってあん野郎。草の根分けても探し出してお尻ペンペンの刑にしてやる。本当に君は面白いね。はい、よく言ったわ真鍋くん。その言葉を待っていたのよ。さあ ESP 犬みんなで行くわよ。琴浦ちゃんを迎えにね。はい。で、迎えに。ああ、彼女の潜伏先の候補地はもう判明しているからね。え、何。駅の防犯カメラのデータをほんの少し覗かせてもらってね。琴浦くんの逃走経路はほぼ特定できたよ。あの、それって犯罪。いや、なんでもないです。ってことで週末は ESP 犬の野外活動に決定よ。ここまで結構時間かかったわね。もう日が沈んじゃったわ。何もないとこですね。ここに琴浦が。ああ、彼女が最後に利用した駅はここで間違いないよ。あとはもう5月だっていうのにやたら寒いですね。言おうと思ってたけど、なんでそんな薄着なのよ。いや、出発した時は心が熱く燃えてたんですけどね。バカは放っておいて。とりあえずこれからどうするの。情報を集めて琴浦君の潜伏先を割り出すんだ。幸いそれほど大きな町じゃないし、目撃証言なんかも聞けると思う。オーケー、じゃあ今日は宿で休んで明日から本格的に情報を集めましょう。うん、まずは拠点を構えよう。で、どこに泊まるんですか。どこの宿だい。
してないのよ。それはこっちのセリフだよ。もう副部長のくせに肝心なところで抜けてるんだから。室戸くんはゆり子こそ部長ならしっかりしろよ。ちょ、二人とも落ち着いて。君たち今夜の宿がないのかい。いや、助かりましたね。宿代わりに泊めてくれるお寺が近くにあったなんて。まったくよ。室戸くん、今度からはちゃんとしてよ。はいはい。いや、いらっしゃい。話は駅員さんから聞いているよ。大したもてなしはできないけど、ま、お上がんなさい。お世話になります。あ、やっと一息つけたわ。ずっと電車に揺られてましたからね。二人ともそんな格好は失礼だよ。いやいや、楽にしてくれて構わないよ。それよりもここまで何をしに。一応部活の合宿みたいなものです。へえ、どんな部活なんだい。超能力を実証し、超能力者を保護する秘密機関 ESP 研究会です。え、 ESP とな。わしそういうの大好き。いける口でしたか。どうです、朝まで超能力談義など。やないでか。あら、今夜は眠らせませんよ。わしが不思議なことに興味を持ったのには訳があってね。10年ほど前かな、ある娘さんに会ったんだよ。娘には何か悪いものが取り付いてるんです。お願いします、なんとか払ってください。おっと、さ、お入りなさい。うわー、すっげー。これ全部超能力関係の蔵書ですか。その子は自分の不思議な力に苦しんでいてね、なんとかしてあげたくて書物など漁っているうちに。不思議な力に苦しむ女の子、それってまるで。ああ、どうしたんですか部長。あれ見て、あれ、あれって、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、全部はるかが悪いの、ごめんなさい。はるかちゃんは悪くない、何も悪くないんだよ。お嬢様、どうすればパパもママも友達もはるかと一緒にいてくれるかな。どうすればはるかに笑ってくれるかな。私は何もしてあげられなかったよ。そうか、君たちはあの子の。ん？昔から、なんであいつは一人で全部抱え込むんだよ。君、教えてください、琴浦の居場所。約束したんです、一緒にいるって。何があっても離れてなんかやらねえって。そして今度こそ守るんだ。彼女の実家が山向こうにある。明日案内してあげよう。ありがとうございます。ありがとうございます。はるかちゃん、いい友達ができたじゃないか。もう逃がさないぞ琴浦。背後から一気に仕留めるわよ。捕獲ネットは準備してある。じゃあお風呂入る前に一回練習ね。いい友達だよね。縛らせてください。おじい様、あの、私の次の編入先の件はどうなってるんでしょうか。学校か、もう無理に通わなくてもいいんじゃぞ。いいえ、学校ぐらいは出ないとおじい様にも迷惑が。安心せい、ちゃんと探しとる。ごめんなさい、わがままばかり。学校だけじゃなく家賃も生活費も援助してもらうばかりで。私、そんなことよりほれ、たまにはおじいの膝の上に来なさい。ウェルカム孫娘。あの、カモンカモン、私もう高校生なんですけど。わし、最近物忘れがひどくての。編入
ップを孫娘とスキンシップを図れば思い出せるかもしれんの。わかりました。こうしていると昔を思い出すの。本当に大きくなった。おじい様。おじい様。孫の尻と太もも最高。長生きはするもんじゃ。うひょひょーい。うひょひょーいってご存知でしょうが、丸聞こえです。もう真鍋くんみたい。何？わしの他にお前にこんな不死だらなことをさせる羨まけしからん奴がおるのか。おじい様落ち着いて。孫の尻と太ももはわしのもんじゃ。なんと全部私のものです。このエルソード。はい。あるところにはあるものだね。門から先の建物すら見えない。どれだけの敷地なの。やっぱり金持ちだったのか。これなら琴浦ちゃんの一人や二人隠れていそうね。ゴキブリみたいに言わんでください。おじいさん会ってくれるって。でも何か真鍋くんのこと知ってるみたいだよ。真鍋が来たかって。前澤さん、この子たちが昨夜お話しした遥ちゃんの友達な。ああ、よく来たね。もしかして怒ってない？早く謝った方がいいよ、真鍋くん。俺限定っすか？君が真鍋くんかね。そうですけど。単刀直入に聞こう。孫とはどんなプレイをしたのかね。お孫さんのエッチな姿を妄想して恥ずかしがらせるプレイを少々。なんじゃその程度か。まだまだ青いの若造。わしなんぞ今朝も孫のお尻と太ももの感触をダイレクトで楽しんだもんね。そんな植物的な行為よりも羞恥心に染まる顔にこそエロスは存在するのだと僕は思いますけどね。なら貴様は遥かのあるかないかわからないほどのちっちゃなおっぱいに触りたくはないのか。触りたいです。おじい様、お嬢様が来てるって。コトラ、むぎゃ、確保！ラジャー！待てい！待てい！待てい！面白い子たちだね。楽しんでますね。なんで、なんでみんながここにいるの？待てい！怖い！怖いよ！くそ、見失った。ダメだ、家が広すぎる。仕方ない、手分けして探すわよ。畜生、なんで逃げんだよ。ごめんなさい、全部捨てて逃げてきたのに。恥ずかしくて顔なんか合わせられないよ。でもよかった、真鍋くん元気そうで怪我治ったんだ。ちゃんと顔合わせてお話ししたいな。だけど怒られるよね。ごめんな琴浦、ごめん、ごめんな。なんで、悪いのは私なのに。守ってやれなかった。そんなことないよ、真鍋くんは私のことあんなに守って。約束したんだ、一緒にいるって、離れてなんかやらねえって。違う、そんなんじゃねえ。ただ俺が一緒にいたいんだ、離れたくないんだ。会いたいよ琴浦、やっと見つけたんだ。一緒に帰ろう、一緒にいよう、一緒に琴浦。会いたい。やべ、また腹立ってきた。うん、やっぱお尻ペンペンの刑だな。
お尻ペンペン、お尻ペンペン、お尻ペンペン。こんなに心配かけたんだから当然だな。でも俺は優しいから、ちゃんと後で腫れたお尻を撫で回してやるのだ。コトーラ！さて、説明してもらおうかしら。なんでいきなりいなくなったんだよ。その、真鍋くんの入院とか、私のせいなので。私がいなくなれば、いつもの日常に戻るのではないかと。へえ、ふーん、なるほど。で、アホか！俺が襲われたのがお前のせい？ふざけんな！そもそもな、お前がいるのがもう俺の日常になってるんだよ。あ、つまり君のためなら死ねると言いたいのね。言ってません。俺はただ琴浦があまりにバカなこと言うもんだから。ごめんなさい、お尻ペンペンだけは勘弁してください。うはは、やっぱり聞かれてた。シリアスでごまかそうとしてたのに。そりゃはるかが悪い。おじい様、許してやってくれんか。今まで友達がいなかったせいでどう接していいのか分からずに逃げただけなんじゃよ。だがこれなら前の学校に戻る手続きをしても良さそうじゃな。戻りません、戻れません。黙っていなくなったのは謝ります。でも私のせいで誰かが傷つくのはもう嫌だから、放っておいて。行きなさい、真鍋くん。バカには悲劇のヒロインごっこなんて通じないと教えてあげるといい。はい。待てって。話して。やだね、ほっとくとお前はまた一人で全部背負い込んで引きこもるからな。しょうがないじゃない、またこんなことがあったら私。二人とも何してるのよ。え、森谷さん、なんで真鍋がいるの。こっちのセリフだ、何しに来た。それはその一言謝りたくて探偵に探してもらったの。森谷さん、ごめんなさい、つまらない嫉妬であなたには迷惑をかけたわ。挙句の果てに真鍋まで襲わせたりして。あれ、まだ聞いてなかったの。お前のせいか。なんで言わないの。本当呆れた子ね。人を使って同級生を襲わせるとか何なの、趣味なの、変態なの。うるさいわね。だからこうして謝ってるじゃん。謝ってねえよ。なんで琴浦には謝って俺にはそんな態度なんだよ。日頃の行いのせいよ。森谷さん、ずっと謝ってるよ。ちょっ、なんて言葉にしていいのかわからなくて素直になれないって。本当に勘弁してください。そうよ、その通りよ。あれだけのことしてなんて謝ればいいのよ。この子がいなくなって真鍋も元気なくて、だから私この子を連れ戻せばちゃんと謝れると思って。なのにもう真鍋もいて、私あー、もういいや、なんか気持ち悪いし。大丈夫、大丈夫だよ。ひどい男よね。最低、最低の男よね。あれ、俺悪者になってる。俺被害者だよね。大丈夫。うん、おかしいな、謝りに来たのになんで私が泣いてるんだろう。本当みっともないな。だからね、恥かきついでに言わせて。あなたのおかげでいろんなことに気づいて私は変われる気がするの。え、ありがとう琴浦さん。何
しに来たんだあいつ。お礼言われちゃった。それからまた学校で会いましょうって。琴浦ふえ、私ね、帰りたい。真鍋くんとみんなと帰りたいよ。おお、帰るぞ。うん。あ、そうりゃ、そうりゃ、そうりゃ。きっと私は子供だったのだろう。人の心を読んで勝手に何でも分かった気になっていた。人は変われる。そんな当たり前のことに私は気づかずに、他人ばかりか自分自身すらも見限ってきたんだ。臆病で傲慢でわがままな私。でもきっと少しずつ変わっていけるはず。私も、私が生きるこの世界も、もう一人ぼっちじゃないから。なんかいろいろあったけど、やっといつも通りに戻ったな。そんなことはないよ。ほんの少しだけど変わったよ。ふん、そういや、パチン、パチパチン。やだ、お尻ペンペンにビビってプルプル震える小僧らを見てると胸がドキドキしちゃう。この特殊性癖